はい、こんにちは。ティーロックスのとしです。えっ、ー、とね。あのイベントをね。あの、ちょっと組み方があんまりよく分かんないんですけど、っていう人のためにね。ちょっとね。説明しますね。あのまあ、これはティーロックスでのあのことを想定してえー、まあ、組んでみたんですけどもまあ、どこ行っても大体このぐらいでいいんじゃないかなとは思います。あ、あのいわゆる時間でね。あのお金がえっ、ー、と発生するっていう。えー 場合が貸し切りイベントだとほとんどだと思うのでそうすると時間の管理が大切になってきますので、うん、まあまあこんなぐらいがいいんじゃないかなとは思います一例ですよこれはもう全然一例であのね左肩にある方ですねこれがいわゆる、えーっとね、4バンドで、うん、とリハをやって、えー、本番もやりますっていうまあわりかし、えーっとね、余裕があきちんとある方きつきつで危ないやつじゃない方 <laughs> 危ないっていうのも変だけどあのー まあそうですね、集まってでこれ集まった途端にリハをあの始めたいとか言われてもおそらくそれは物理的にちょっとあ,のあんまり現実的じゃないでしょうその遅れてくるバンドさんも絶対ねいたりするから PA 表とかも出,さ出したりね説明もしなきゃいけないと思うのでまあ30分ぐらい分けた方がいいんじゃないかとかまあ慣れてくるとね あの慣れたらライブハウスだったら来てすぐってできるかもしれませんけどもね。この辺もうお金に計算に入ってるはずなんで、あの短い方がいいんだけど。もまあ15分から30分後ぐらいがいいと思います。これでもちょっと前に始めてもいいしね。みんな揃ったらね。で、えっと。一応。この書き方は僕はね。これね。25分バンドの想定して撮ってるんですよ。まあ25分あれば結構普通にできるんだけど、これもえっとね。20分。 あのリハででてて5分転換で書いてあるでしょこれをね25って書いちゃうとバンドさんが勘違いして25分ギリギリまでリハをやろうとするバンドさんもいるかもしれないでしょそうなってくるとちょっとずつずれてっちゃうんで一応20分であのステージ降りてくれという表記にしといた方が安全かもしれません。でこの番号なんですがこれは単純に1バンド目を一番最後にリハやるんですが。 えと待つ時間がこれ逆リハにするのが一番楽,楽というか、まあ、簡単かもしれないですけど僕は割とこういうやり方やりますっていうのも4番の目のバンドが一番初めにリハやって一番最後に本番やるとその間だけすごい時間が長く空いちゃうでしょこれがあんまりあのよくないかなと思ってるんで大体同じぐらいになるようにこんな感じでやりますでもこの辺も自由ですからねあのバンドさんの都合に合わせてね何時に来れるっていうのがもしあればね あの調整しててあげてもいいいいんじゃないかなかと思います、ね、で一応これ本番30分で、えー、転換10分とってあるんで、まあ、バンドでとして一番普通な感じでいいんじゃないかなと思います。でステージ降りる時間がこれちゃんと決まってるんですがここを守ってくれれば実はここだけの話ですけども t − l o s の場合はこの撤収って書いてありますけど完全撤収の時間は演奏さえ終わってステージ降りてくれれば。 この片付けなんですがここはね多少伸びてもねあんまり言わないんで大丈夫です。とにかくステージの、えー、終わりとこだけをちゃんと気をつけて降りてくれればあとはちょっとぐらいずれちゃってもあのはみ出ても片付けの場合はねもうあの大丈夫ですから、えー、一応そんな感じです。で、えー、と右側にある方はこれはねリハをやらないパターンで集まってすぐに、えー、と30分後ぐらいにオープンかなみたいな感じになってて。 でその、えー、っとちょっと前にステージ上がって、あのー、セッティングしてもらって1番止めやってで1番止めやった後に2番止めなんですがそこを15分取ってあります。で15分取ってえー、っとあれですね音の確認してリハがない分ね音の確認してちょっとない念入りにやってそれからスタートあー本番スタート。これでも多分、うんと ままあまあ余裕あるというか30分できるようになってるしねいい感じで多分できると思いますでこ,んなあのこの右側にある方だと時間が短くなるのでその分あれですね、えっと、貸切料金が安くなるとまあそんな感じでできるのでうんそうですねあの2パターンというかそのど,どうとでもできるんですけれどもね この辺参考にしてみちょっと考えてみてください。他のところも多分大体同じだと思うのでスケジュール組む時のちょっと参考にしてみてください。ははい、では